シャドガスパードは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ニューヨーク州ブルックリン出身のアフリカ系アメリカ人。WWE のスマックダウン及び、下部団体の FCW に所属していた。JTG ことジェイソン・ポールとのタッグチーム、クライム・タイムなどでの活躍で知られる。幼少時代、父にボクシングなどの格闘技を習い、高校時代には、レスリング、バスケットボール、 陸上競技などのスポーツを掛け持ちしていた。ジョージア州立パリメーター大学卒業後は、ボディーガードなどを経験し、多彗いな国に申し込むが、身体検査で不合格となっている。2002年、オーベニニュー団。ダ・ビーストのリングネームで2003年にデビューし、カーリーコロンの用心棒というギミックを与えられる。しかしカーリーが、WWE 昇格したため、 リングネームを本名のシャドガスパードに変更し、シングルプレイヤーとして活動。後に WWE とディベロップメント契約を結び、ザ・ネイバー・フッティとタッグを結成。オ米ベナンブタッグ王座を2度獲得するなど、タッグ戦線で活躍した。2006年9月、JTG と共に WWE に昇格し、チーム名をクライムタイムに変更。 ストリートサグのコンビというギミックで RAW に登場し、WWE 世界タッグ王者だったスピリットスクワットやチャーリーハースビセラなどのチームから勝利を収め、2007年8月にもロンタイトルながら当時の世界タッグ王者であるケイドマードックを破るなど活躍していたが、9月2日に JTG と WWE から解雇された。WWE 解雇後、 DCW とジャポといったインディ団体などに出場し、2008年3月に WWE と再契約。7月には短期間ながらもトップスターであるジョン・シナとユニットを結成し、JBL& コーディ・ローデステッド・デビアスと構想する。シナとのユニットが自然消滅した後もコーディ・ローデステッド・デビアスとは構想を継続。 彼らが保持していたタッグオーザベルトを盗むなど挑発し、9月のアンフォーギベンで試合にこぎつけるが敗れてしまい、タッグオーザダッシュとはならなかった。コーディローデステッドデビアスとの交想後、ジョン・モリソンザ・ミズとの交想を経て、2009年のドラフトデスマクダウンに移籍。ハートダイナスティとのコンテンダーズマッチに勝利し、サマースラムで WWE 統一タッグオーザである。 クリス・ジェリコビッグショーに挑戦する権利を獲得するも圧倒されて敗戦。またしても王座獲得を一した。10月にはハートダイナスティを破ってブラギングライツでのスマックダウン代表に選出されるもキャプテンのクリス・ジェリコが代表決定戦に敗れた者による5対5の入れ替え戦を提案し、この試合に敗れたため代表の座を失う。ちなみにこの試合に シャド自身は都合により出場できず4対5のハンディマッチとなっていた。以降、タック戦線で活躍するも2010年4月2日のスマックダウンでジョン・モリソンアール・トゥルースと対戦した際にシャド自身が一方的に攻められピンフォール負けを喫する。試合後カットに入らなかった JTG と抗論になった末に暴行を加えてタックを解散。 クライムタイムなんてもううんざりだ。これからはマイタイムだ。と宣言し、ヒールターンしてシングルプレイヤーに転向。髪を切り落として丸刈りにし、試合地以外はスーツを着用するというクライムタイム時代とは変わった姿となった。スマックダウンでの JTG へと襲撃以降、継続して介入するようになって構想を開始。 4月25日のエクストリームルールズでストラップマッチによる離婚戦を行い JTG を圧倒。ダウンした JTG を背負ったままコーナーへとタッチしに行ったが気づいた JTG はシャドウがコーナーにタッチした後こっそりそのコーナーにタッチしていくという頭脳プレイを見せ最後に焦って隙だらけとなったシャドウはだシャウトアウトを決められ最後のコーナータッチを逃して敗れた。 この遺婚戦を5月4日のスーパースターズにて JTG と再戦して勝利している。JTG との対戦後 FCW へ降格し WWE 復帰を目指してトレーニングを続けていたが11月19日付で解雇が発表された。WWE 解雇後2011年1月22日フウェイに参戦しチャーリーハースと対戦して勝利した。 2月5日には、イングフに参戦するため初来日し、ゲノム14にて、ボビー・ラシュリーとタッグを組んで、沢田・ダッツシアンド、エリック・ハマーと対戦するが敗戦した。2013年4月19日、QPW へと参戦し、ウィリー・マックと対戦して勝利。2014年3月29日、イーワフへと参戦して、ブライアン・ケイジと対戦するが敗戦した。八月十三日、 和を似て、WWE 時代の名優である、JTG とクライムタイムを再結成し、ブルーミーニーと組んで、チャチジェイ・ J、ジョージマイク・バーナと6人制タッグマッチを行うが、敗戦した。2020年5月17日、カリフォルニア州ベニスビーチにて家族と海水浴を、していた、際、強烈な離岸流によって OK と流され、行方不明となった。 その後、園外警備隊によって、周囲70平方海里を捜索したが発見されることはなく、捜索は中断された。そして3日後の5月20日、浜に漂着した遺体が発見され、ロサンゼルス軍検守官事務所によってシャドであることが確認された。39歳没。ありがとうございます。